男子プロバスケットボール B リーグ3部 B3 の鹿児島レブナイズは27日から B2 昇格をかけてプレーオフ準決勝に臨む香川5アローズを相手にアウェーで行われ2勝すれば悲願の B2 昇格が決まる渡辺優斗23日鹿児島市の鹿児島県総合体育センター体育館 選手たちはウォーミングアップ後、2チームに分かれて攻撃面の練習を行った。その後の実戦形式の練習では、細かくプレーを止めながらゴール前での連携を確認。選手らは好プレーが出ると、拍手をしたり声を掛け合ったりしていた。今期のレブナイズは、選手の出場時間を管理する、タイムシェアを徹底。 ベンチ入りの選手が次々と交代しながら試合を進め、疲労の少ない状態で出場することで、チームが目指す、走るバスケット、を体現してきた。武藤周平首相、32、は自分たちの攻撃に対し、相手は的を絞りづらいと思うと手応えを語る。対戦相手のファイブアローズは今季リーグ戦2位で、 3位のレブナイズと実力は白昼している。失点数はリーグ最小と剣手が持ち味で、得点能力の高い外国人選手もいる。今季の直接対決でレブナイズは2戦2敗と相性は良くないが、フェルナンド・カレロヒルヘッドコーチは、苦手意識は全くないと話す。チームは心身ともにいい状態。 どんな相手でもやるべきことは変わらないと自信を覗かせる。人一,一倍強い思いで試合に挑むのが藤田浩二選手、31、だ。B リーグに参入した2016年シーズンはレブナイズの一員としてプレー他チームで2年間過ごした後、19年シーズンにレブナイズに復帰した。今季は特に守備面での貢献が光る。 藤田選手は自分たちのバスケをしてファンと喜びを分かち合いたいと意気込む。